いやどうも、というわけで今日もやっていきますぞ。もう噛んだよね。まあしょうがない。今日のバンポブチキン、イエーイ。皆さん、今日はね、曲の話をするんですけど、おめでたいです。今日撮ってるのはなんと10月の22日なんですけども、イエス、今日バンプのすみっこ暮らしのテーマソングのスモールワールドが11月1日配信決定というか楽しみすぎるというね、ハイテンションでね、今日も言っていこうと思うんですけど、今日はスーパーノヴァをちょっとね、こう希代の名曲を紹介しようかなと思うんですけど、まあ、いつもの流れでちょっとやろうと思うんですけどね。2005年の11月23日ね、これ俺の妹の誕生日ですね。23日っていうのはね、リリースされた11枚目のシングルで、バンプにとって通算2枚目となる、カルマっていう楽曲との両 A 面シングル、これ両 A 面として2枚目ですね。ロストマンとセーリングデーの次ってことです。で、12月の14日に、同年の12月14日には曲順を入れ替えて、ジャケットと隠しトラックが変更された Tales of Jarvis 仕様のシングルっていうのを3ヶ月限定で販売して、今これも結構レアになってる。もちろん3枚持ってるんですけどね。はい。で、シングルでは天体観測に次ぐ売り上げで、新作発売の効果もあってロングヒットしたんですよ。このスーパーノヴァとカルマっていう楽曲はね。で、2009年度の年間オリコンチャートで、オリコンのシングルチャートで9位にランクインしたっていうぐらい、バンプの中でも、天体観測に次ぐヒットソングということになってます。で、もともとはカルマっていう楽曲が先に出来上がって、そのテイルズとのタイアップが決定した時に、まあ、シングルとして出すならカップリングが必要だなっていうのを藤君が感じて、このスーパーノヴァってバンプファンの中ではめちゃめちゃ有名で名曲なんだけど、実は本当にさらっとかけた曲っていうのがね、特徴なんですよ。で、プリプロって言って、まあ、絵の下書きみたいな音楽の仮レコーディングみたいなんですけど、そのプリプロっていうのを藤君が全部一人でやって、で、藤君曰くスケールとしてはめちゃめちゃでっかい巨大な曲ができたよっていう話を当時してますと。で、デモの段階では様々な打ち込みでパーカッションがね、めっちゃ入ってるんだけど、ヒデちゃんがそれどうしようかなっていう、ドラムのヒデちゃんがやる際に、レコーディング最中にね、藤君と相談した結果、ヒデちゃんがもともとその当時目をつけてた、まあ俺も今練習してるカホンを使って、やるっていうことに決定したっていうことで、カホンのサウンドが初めてバンプの中で入った楽曲っていう形になってます。で、これのね、もう PV がやばくてね、六本木ヒルズにセット組み上げてネット上で募集した数千人のファンの中で撮影して、俺も応募したんですよ。行きたかったよ俺、めっちゃ行きたかったけど外れたんだよね。マジクソ行きたかった、六本木ヒルズ本当に。これはで、この時にね、天体観測の時の PV に出た、出演した子役の子も出演してるっていうね。で、曲自体はね、終始スローテンポで展開していくんだけど、もうめちゃめちゃ聞きやすいメロディーで、バンプの特徴でもあるストーリー性も抜群の歌詞もね、本当にこれいつもより曲もゆったりしてて、本当にこう一音一音しっかり歌える感じがいつもよりあるので、歌詞も余計耳に入ってきやすい曲になってます。で、曲のサビに関しては全て歌詞がない曲なんですよ、このスーパーノヴァって。ランララララ、ヘイヘイヘイと、ウォー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 だけで成り立ってるっていう楽曲で、で、これ藤君がね、作詞した時に、歌詞があって初めて歌になると思うんだけど、こういった音だけのものが実は一番まっすぐに気持ちや言葉を伝えられると思う時があるっていう風に雑誌とかのコメントでしてるんですね。なので、ライブでは最終サビでも会場が一体となってシンガロン、もうこれはたまんないんですよ。で、バンプファン、バンプがね、こう、なんだろうな、俺たちがバンプに対してもう思いを全力でめちゃめちゃ伝えられる大事な時間なんですよ。もうバンプと一体になってるっていうのも感じられるし。で、この曲自体も世界っていう言葉を多用して、その存在について歌ってるっていうのがさらにこうハマっててね。まあ一応サビの中、誰の存在だって世界では取るに足らないけど、誰かの世界はそれがあって作られるって、何この歌詞も天才すぎんだろっていうね、そういう曲になってます。というわけで今日の紹介はスーパーノヴァです。もうマジでいい曲なんで、皆さんぜひ聴いてみてね。いやどうも、というわけで今日もやっていきましょう、今日のバンプオブチキン、ヨッホー。まあこれ何がってね、もう知ってったもんですよ。俺の大好きなバンプをとにかく熱く語ろうみたいな、そういうコーナーなんだけど、今日はゼロ、よっしゃー。でね、11月の1日にスモールワールドね、配信ということで、もう間もなくですよ、もう間もなく。
楽しみ。そんなテンションで今日はお送りしますよ、バンバンチキンのゼロ。いつまでも行ってみましょう。2011年の10月19日にリリースされた21枚目のバンプにとってのシングルです。もうこれは俺もやり込んだ。あの PSP で出された FF のゼロ式っていう、まあ零式って読むのかな、日本語だとね。零式のテーマソングで、カップリングは東日本大震災のチャリティーソングとして書かれた、まあスマイルっていうね、期間限定の本当にチャリティーソングが弾き語りのね、藤君のあるんだけど、まあそれのバンドバージョンと零式のオープニングテーマバージョン、オープニングバージョンね、ちょっとね、あの短くてアレンジも変わったバージョンがありますと。で、通常版と期間限定版の2種類で発売され、期間限定版は FF 零式のオープニングバージョンと特別編集のミュージックビデオが収録されるスクエニ製のね、DVD がついたんだね。どっち思ってるよ、もちろんね。期間限定ファンは FF の、あのね、FF のファイナルファンタジーのキャラデザとして超有名な天野さんデザインの零式ロゴと共通したイラストがね、ジャケットとして使われてるから、FF ファンもね、激アツな、シングルというかジャケットになりました。で、ゲームがね、発売延期になったんですよ、これ。で、ゲームが発売延期になったことに伴って、このゼロもね、本作もね、延期になったと。で、FF 零式のテーマとして、有名で、同ゲームのね、開発ディレクターである田畑さんは、この曲なくしてこの FF 零式というゲームは完成しないとコメントしてるぐらいめっちゃいい曲です。で、あまりにも曲の出来が本当に良かったため、ゲーム中に楽曲が流れるシーンを曲と合うように全て作り直したんですよ。で、完成版が送られて、なんつうの、もうね、そのもう何か完成版が送られてくるまで、あの手がつけられない状態にね、しておいたっていうね、逸話が実はあるっていうぐらいね、もうめちゃめちゃ完成度の高い楽曲です。で、歌詞はこれバンプが作る時の得意技としてるんだけど、ゲームのシナリオを詳細に反映させることはしないで、最初の企画書に掲載されていたゲームの登場人物たちの集合写真と、その後ろで燃えるもう戦火、あの戦火、戦う火って書いて戦火からイメージを大きく膨らませて書かれたものになっているんですよ。で、曲の制作はゲームの正式タイトルが決定する直前の2011年の初頭に行われて、比較的短期間で完成したんです。このため、実はこの東日本大震災のスマイルよりも実は古い曲なんですね。で、バンプっていうのは小学生の頃からあの FF シリーズのファンだったということで、藤君は10代の頃に俺たち主題歌とかやれないかなとか、実はね、言ってるんですよ。今ちょっとね、Apple Watch のシリが喋っちゃいましたね。はい。で、そんな背景もあって、バンプファンはもちろん、FF ファンも虜にした楽曲であることは間違いないなと。で、ギターのコードからメロディーを紡いでいった曲で、まあ、本当にコードをジャガジャガーンって弾いてからね、非常に壮大かつ切ない世界観っていうのを表現します。歌詞もね、冒頭からマジでこれ本当に内容しんなり作ったっていうぐらいね、疑問を投げかけちゃうくらい、この FF 零式っていうゲームの世界観にめちゃめちゃマッチングしてるんですよ。で、命の終わりから始まる壮大な物語が語られている楽曲になってます。で、この曲はね、マジで壮大すぎて、全部細かく語るとね、本当にこの FF 零式っていうゲームをやりきったぐらい本当に語れちゃうぐらい、今まで以上に濃い曲になってるんですね。もうバンプのメンバーのバンプの楽曲から FF への愛が伝わってくるだけでなく、その物語の消化をさせ方、ここまで物語を消化させてくれるんだっていうぐらい、それぐらいね、その凄さっていうのを痛感できる一曲になってるかなと。というわけで、今日のバンプオブチキンはゼロ紹介しました。皆さんも聞いてみてね。いやどうも、というわけで今日もやっていきましょう。今日のバンプオブチキン、ウッホー。今日ね、紹介するのはね、ナイフ。最初のフレームベイに入ってる超名曲なんですけど、これをね、ラジオ当初、やった時はなんと今発売というか、ダウンロードか、配信されてるばかりの新曲のスモールワールドのレコーディング中、かつポンツカでチャマが復活と
もうめちゃめちゃいいことづくめの時にこのナイフやったから、これもテンション上がりすぎておかしくなったらしいんですよね。まあいつも通りの流れでやっていくと、1993年の3月18日にリリースされたバンプのインディーズ1枚目のアルバムのフレームベインに収録されていた7曲目に入ってます。ねえ、このフレームベインっつうのがね、ガラスのブルースとか他のフレームベインの収録曲の時にも喋ったんだけど、非常にタイトなスケジュールのレコーディングで、しかも当時藤君が風邪ひいてたんだよね。でね、このナイフの乾燥部分でも藤君が実は咳込んでて、これはね、デモテープ時代に収録したナイフの時に咳込み音が入ってたから、今回ちゃんとレコーディングするんだけど、そのデモテープの時みたいにわざと入れちゃおうぜって、実は藤君がわざと咳込み音を入れてるんですよ。で、これね、激アツ、今でも俺用語覚えてるんだけど、20周年記念ライブバンプのね、時は、何年もやってない曲やりますって言って、本当にマジで久々に演奏されたんですよ、このナイフが。いや、マジかっこよかったよ。俺、本当気絶すっから思った。で、楽曲後ね、ナイフの後、MC で藤君がギターのヒロ君に、ナイフは6年前、10年前にやったきりだっけとか言ってたら、6年前ぐらいだったかな、確かって言って、そしたら藤君が、じゃあ30代になってからやった記憶あるって、いや、やっぱりないと。でこいつに聞いたって分かるわけないよね、俺が間違ってたみたいな MC でね、会場全体を和やかな雰囲気で満たしてくれたっていうのもめちゃめちゃ記憶に残ってんなっていうぐらい、ナイフはマジ激アツだった。しかも今のバンプの演奏テクで聞くと、もうね、グルービーもグルービーで半端ねかっこよかったのね。でね、楽曲に関してはもうイントロのギターをね、聴けばわかるんだけど、とにかくもうエモいんですよ。で、今のバンプはどっちかっていうと、こう芯の通ったね、綺麗な音をまっすぐに伝えてくれるイメージなんだけど、もうとにかくこのフレームベインとかの頃っていうのは、とにかくもうね、今のバンプからその想像もつかないような武骨なサウンドで、少々荒っぽい感じが最高にね、かっこいいんだけど、それを感じられる最も強い一曲じゃないかなと俺は思います。で、デモテープ作ってるこのバンプっていうのは、実は英語歌詞での曲作ってて、現在世に出ている楽曲では実はそのこれだけね、このナイフっていう曲だけ感想部分で英語詞で歌われてる部分があるんだよと。これがまたエモいよね、藤君そんな感じにあんだと。でね、歌詞もねすごいんですよ。もう理由なんかねえよと、生きているから生きている限り僕は旅を続けるぞという固い意志を歌った、やっぱりこうバンプを語る上では欠かせない一曲じゃないかなと。このフレームメインっていうアルバムがさ、本当にいいのよ。なんかそのガラスのブルースっていう本当にバンプの始まりの曲といってもね、まあ今はもうライブではすごくファンにとってもバンプにとってもめちゃめちゃ大事な一曲から始まって、本当にそのエモさだったりとか、例えばとっておきの歌みたいな、もう本当にとっておきのラブソングから、バトルクライみたいに、もう俺はもう戦場で叫び続けてやるぞみたいな、もうナイフとはまた違ったエモさ爆発させる曲もあって、本当に名盤がこのフレームベインなんだけど、その中でもこうマジでこんなエモい曲バンプやってたんだっていうぐらい、そのエモさの象徴と言われるナイフ、マジいい曲なんで、皆さんぜひ聴いてみてね。ではまた次回。いや、どうも。というわけで今日もやっていきましょう。ちょっと久々になっちゃった今日のバンプオブチェキン。いやね、最近ねシルバージュビリーやったりとか、シルバージュビリーライブアット幕張メッセやったりとか、やったりっつうか予定だね。情報満載のバンプだけど、いやねー、楽しみだね。というわけでね、今日もね紹介していきましょう。俺のね大好きなバンプをなんかね、こう一曲決めて勝手に紹介するってやつなんですけど、今日紹介する楽曲はハルジオン、言わずと知れた超名曲。まあ、いつも通りの流れでいきますと、2001年の10月17日発売のバンプにとってメジャー4枚目のシングル、メジャー4枚目じゃねえな、通算4枚目ですね。はい、カップリングはチャマも制作に関わった彼女と星の椅子でね、ライブでね一回こうチャマの誕生日の時にチャマがねアコギで弾き語ったっていうのもすげえ見たかったな、あれ超見てんだけどね。
え、ちなみにこのジャケットのハルジオンじゃねえや、このハルジオンのジャケットの写真撮影はチャマがやってますと。で、隠しジャケットに映ってる、まあ、ワンコがいるんだけど、そのワンコはヒロ君の飼い犬の王次郎が映ってんだね。うん、で、このハルジオンって楽曲、実は作詞にはツアーも挟んで5ヶ月がなんと費やされて、藤くんね、5ヶ月かかってこれ書いて、全ての歌詞が完成したきっかけっていうのは、藤くんが自分の部屋にブリキのジョウロが転がっている夢を見たからっていうエピソードが残ってるとね。で、ハルジオンっていうのはどこにでも生えてる雑草なんだけど、まあ、PV にね、見てもらうと分かるんだけど、登場してる花があるんだけど、これはハルジオンじゃないっていうのがねありますと。で、実はこのハルジオンっていう曲はスピッツのボーカルとしても有名なあの草野さんが、草野さん自身のラジオで、名作の絵本を読んだ後のような心が現れる、浄化されるような名作っていう風にねコメントしてるぐらい、マジでめちゃくちゃいい曲です。で、まあ、歌詞もそうなんだけど、バンプこの時まで、まあ、インディーズのランプ、それがメジャーデビューのダイヤモンド、そしてヒットした天体観測と、これメジャー3枚目、さっきも言った4枚目のシングルなんだけど、もうね、天体観測とダイヤモンドとはもちろんガラッと変わってるんだけど、それは何かっつうとサウンドなんですよ。で、何が一番違うかっつうと、チャマのベース、これはもう間違いない。で、間奏部分の感情むき出しなんで、ギターアンサンブルあんじゃん、ギュワーンギュワーンっていうとこね、あそこもたまんないんだけど、この曲に関しては間違いなく鍵握ってるのはチャマのベースなのよ。で、完全にチャマこの曲で本気出します、間違いなくっていうのが感じ取れるぐらいのサウンドを鳴らしてくから、ぜひね、ベース音って普段そのバンドとかやってないでしょ、聞きにくいとこあっかしんないんだけど、ちょっとねベース音っていうのを意識して聞いてみてほしいかなと。で、クラシカルでありながらも普遍的なメロディーと疾走感あふれるサウンドが曲の世界観に没頭させてくれる曲になってるなっていう感じの曲ですね。で、独特な雰囲気のストーリーとメッセージ性、歌詞のワンフレーズにそれぞれ込められたそのメッセージっていうのは、まさにハルジオンが咲いているかのように散りばめられていて、揺るぎない信念を持てよと、生きていくことへの信念や勇気を与えてくれるバンプを代表する名曲の一つじゃないかなと。そういう曲かな。本当にこの曲のチャマのベースに関しては聞いてほしいかな。俺も大学の時バンプのコピー版やってる時はこのハルジオンっていうのをやって、実はその一番終わって、生きていく意味をって終わった後、ほら見える揺れる白い花っつって、サビが終わったらもうすぐ2番に行っちゃうんだけど、ライブだとドゥルルルッツドゥルルルッツドゥルルルルルルっていう部分がワンフレーズ挟まれるっていうライブバージョンになって、それをねコピーしたら、これは面白かったなマジで。これはね、なんだろうな、まあ、もちろん初心者とかでもできるんだけど、ドラムもなんかこうひたすらフロアタムを連打する箇所があったりとか、にじまずに揺れてたの部分がツッタンツッツッタンタンタンツッタンみたいな感じで、結構ねベースとかギターとかと決めができるところもあったりとかして、バンドマンとしてコピーするにも面白い曲になってるよね。ぜひ、コピーとかを検討してる方は、ね、楽曲聴いてコピーしてみても面白い曲になって練習にもなるので、ね、やってみてください。というわけで今日のバンポチキンハルジオンでした。皆さんもぜひ聴いてみてね。じゃね。いやどうも。というわけでやっていきましょう、今日のバンポチキン、イエーイ。今日はね、 RIP を紹介しますよ。また今日もいい曲やっちゃうからね。というわけでいきます。2009年の11月25日に発売の15枚目のバンプのシングル、カップリングは唯一のバンプの中でもクリスマスソングと言われているメリークリスマスの収録です。ちなみにこれ RIP とメリークリスマスの両 A 面なんですけど、両 A 面としては通算3枚目となるね、バンプのシングルです。タイトルの Rest in Peace っていうのは、安らかに眠れっていう海外とかのね、お墓とかにも書いてあるそれの歌詞の文字で、バンプ切っての歌詞が、なんだろうな、難解というかな、まあ、ファンの間でもね、捉え方が2つに分かれる楽曲なんですよ。で、
歌詞は藤くん個人的な記憶が数多くね、藤くんのね個人的な記憶が数多く反映されていて、作詞の直前まで自らの過去を何度も振り返る機会が続いたことが、まあ、影響していると。でこの曲の冒頭から具体的なことがつらつらと並べていて、ちょっとだけねこうチンとパーシュ分かりづらいんだけど、この部分を聞くと自分の幼い頃を思い出しませんかと、友達と秘密基地作ったりとか、なんかあっちの方で光ったから行ってみようぜとか、子供ならではの遊びが想像できるっていうのはこう歌詞が並ばってます。だけど大人になって今それはもはやもう遠い日のことなんだね。で涙で景色が滲んちゃうっていうのはどんな思いがあるからなんだっぺかっていう風に考えさせられるように、もう冒頭だけでこんなにも想像できちゃうような、もう想像を張り巡らせる歌詞になってるわけですよ。でこっから先の歌詞で2つのこの捉え方とか感じ方ができるんですよ。まずはタイトルの通りもう亡くした人、もう亡くなっちゃった人を忍びましょうとね。例えば歌詞の中で尻尾の生えた内緒の友達っていうのが、尻尾のついた友達っていう風に歌詞が変わるんですね。っていうのはその子が生命を感じさせないものになってしまったと、生えたじゃなくてついたになったことね。で学校をずるして早退したっていうのは、亡くした友達の墓を掘った光景がフラッシュバックされて辛いからなんだと。もうこの部分はめちゃめちゃ印象に残るなっていうのが、これがもう亡くした死のを忍ぶっていう捉え方の方かなと。で、もう一個の捉え方としては、大事な人と過ごす、もうその時というか時間ね、その時間への愛おしさっていう捉え方ができるんじゃないかと。で藤君の個人的な思いを並べこ並思い出を並べることで、この俺ら聞いてるリスナーっていうのを幼少時代へと引き戻してくれるわけですよ。で物事心がついてから今日に至るまで、俺たちっていうのはたくさんの出来事とかっていうのを経験して、その一個一個に気持ちっていうものを抱いて生きてきたと思うのね。でその出来事とか気持ちっていうのを包み込んでいる、その時間、時とか空間、これっていうのは過去、君、この歌詞の中にも出てくる君が体験した時間っていうのは、言葉を通して教えてもらうことはできるよねと。だけど伝聞ね、聞いたり伝わったりすることと経験するっていうことは全くの別物だよねと。当時の記憶を共有できるわけではねえよねと。聞いたり見たり、聞いたり伝えたりはできるけど、その経験とかその時のもうそのまんまの感覚とかっていうのは共有できるわけではないよねと。だから今からはあなたのそばにいるよと、いて同じ時時間を共有することができるよねと。今からは悲しい時っていうのはもちろん嬉しい時だって一緒に過ごすことができるんだよと。そうできるのがたまらなく愛おしいから、こんなね当然のことを思うだけで世界中が輝くように思えるっていうね、そういう捉え方もできる楽曲じゃないかなと。バンプの中でも切ってのね、本当に歌詞にこう深みがあるというか、こうなんだろうな、紐解けるというか、なんかそこの言葉がすごく難しいんだけど、それぐらいこう聞けば聞くほど、歌詞を読み込むか読み込むほど、この曲が伝えたい世界観っていうのにこうどっぷりハマってね、もうどん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 大事な曲の感じっていうのが増してくる、非常にこれもねバンプの中では欠かせない大事な一曲になってます。というわけで今日のバンプオブチキン RIP 紹介しました。ぜひみんなも聞いてみてね。あ、声がちょっと小さいのは家族みんな寝てっからです。じゃね。いやどうも、というわけで今日もやっていきましょう、今日のバンプオブチキン。へへい、ということでね、まあ俺の大好きなバンプの何か一曲をねこうフォーカスして、でこれをねこう独自目線で紹介しちゃうべっていうあれなんですけど、今日はとっておきの歌を紹介すると思ってます。とっておきの歌俺マジで好きなのね。実は俺の結婚式のエンディングロールにも曲をね使ったくらい、もうめちゃめちゃ最高の曲なんだけど、まあいつも通りの流れでいきましょう。1993年3月18日にリリースされたバンプのインディーズ1枚目のアルバム「
フレームペインに収録されている楽曲で、これねフレームペインはね前もいろいろ言ってるんですよ。歌詞カードは藤君の手書きだよとかね、いろいろ作ってるんですけど、まあそれは前のねあのガラスのブルースの時に喋ってからよかったら聞いてもらえればと思うんだけど、まあこのとっておきの歌って実はねバンプにとって数少ない公式のラブソングのうちの一つなんですよ。で何がそのバンプの中で一応公式と言われているラブソングっていうのがリリーとアルエととっておきの歌の3曲だけなんですよ。あのスノースマイルとかもよくねあれこれってラブソングじゃないのって言って、あれは冬を歌った歌ですからね。はい、でね、あのこれすごいんですよ。なんで俺も結婚式で使ったかっていうと、もう歌詞がとにかくロマンチックでひたすらにストレートで純粋な思いがねこの楽曲の中には描かれてるわけですよ。なんもう出だしの歌詞から素敵すぎちゃう。あのゆっくりでいいから君が本当に笑って泣けるような二人になろう。もう何これ今からプロポーズ予定している人これで決まりでしょっつーぐらいめちゃめちゃいい歌詞じゃん。で A メロもさ、ちょっとずつアルバムを重くしよう、何でもない日も記念日にしよう、どんなにめくっても終わりがない代わりに続きがある2人のアルバム、魔法のアルバム、すごいじゃん。これね人間生きてれば誰しもが持っている魔法のアルバムなのよ。で普通アルバムって終わりが切っちゃうんだけど、めくっただけで続いていくっていうこのアルバムはなんだろうな、あのなんつうのかな、この曲の中に出てくる2人だけじゃなくてもやっぱさっきも言ったけど誰もが持ってる魔法のアルバムなのよ。でどこでもいいし、で大好きな、ね、人とその訪れる場所とか見たっていうその景色とかっていうのは全てが特別な場所だし全てが特別な景色になるよねと。でここまででもこの一番のここまでの歌詞を取ったとしてもその曲中に出てくる君をとっても大事にしてくるのが伝わりまくってきてるにもかかわらず極めつけのサビが来るわけですよ。地図にもない場所っていうのはもう本当にさっきも言ったけど2人で訪れる場所っていうのはもう常に特別であると。で今はスマホのカメラとかが主流かもしれないけど、まあ、この曲を作った当時だからねインスタントカメラを持って2人でその出かける行為自体が特別なんだと。そして行った先で彼女に似合う花を首をかしげてまで本気で選ぶ様ってもとんでもなくロマンチックだと思うんだよね。もう好きで好きで仕方ない気持ちが伝わりまくるよねと。で2番の歌詞も冒頭から藤君らしさが全開なんですよ。単純な僕の単純な歌、大事な人のためだけの歌、よくあるラブソング、でも2人の前だけで特別であればいい、よくある歌でいい。もうね誰も共感しなくていいよと、もう俺ら2人にとって特別であればいいんだと。シンプルで分かりやすいからこそ相手にストレートに響くよねと。見かけごと強くないし単純でもないと。だけど一人で耐えることは絶対させないよと。無理やりでも力になろうとするよと。そんな思いのこもった B メロがもう最高に泣かせるよね。もうほんとね細かいとこ突っ込んでいくとマジでもう時間全然足りないぐらい語れるのがこのとっておきの歌です。この曲聴くとなんだろうね、一冊の恋愛小説を読んだかのような気分になれて、お互いの全てを受け止めて支え合えるような2人に本当になっていきたいなと気持ちにさせてくれるめちゃめちゃ俺にとっても大事な曲です。これから結婚を控えている方、それから、ね、なんかプロポーズをしようとしている方、うん、でなんかこう結婚して喧嘩とかしちゃうこともあるかもしれないけど、そういう時にね聞いてこうお互いにとってやっぱり必要なパートナー、優しくあろうかな、うん、やっぱもっと2人で大事な時間を共有していこうかなとか、もうほんといろんなね
あの思いが芽生える大事な大事な一曲じゃないかなということです。というわけで、とっておきの歌バンプが認める公式としての3曲しかないラブソングの1曲、ぜひ皆さんも聴いてみてください。ではまたね、じゃあね。いやどうも、というわけで今日もやっていきましょう。今日のバンプオブチキンということでね、今日もねやっちゃうわけですよ、バンプのねおしゃべりをね。で今日は何についてやるかって言ったら、今日はリリーです。リリー、まあ、とにかくあとは幕張のチケット当たってくれってね、あの強い思いがあるんですけどね、マジで当たんねえ、くっそバンズの靴も欲しかったなということで、今日はねリリーを紹介します。これもいい曲なんでね、ちょっとねあの気になった人はすぐ聴いてほしいんですけど、いつもの流れで紹介します。2000年の3月25日リリースされたインディーズ2枚目の The Living Dead に収録されている楽曲で、この Living Dead はね2004年の4月28日に再発売しているのでね、旧バージョン持ってねっつう人は帰るからね。で Living Dead の紹介は前に何やったっけかな、 K だっけかな、なんかをやった時に紹介しているので、まあ、とりあえず割愛ですね。はい、で、これリリーっていう楽曲はあのとっておきの歌に続いてバンプの数少ない公式ラブソングのうちの一つでございます。どんな曲かっていうと、ライトを浴びてステージ上で歌う男性のことをねとりあえず歌ってるんだけど、まあおそらくこれバンドマンのことを歌ってるでしょうと。またねこの当時の藤君の姿をもしかしたら描いたんじゃねえかなとも言われてる楽曲ですね。舞台の上でマイクの前に立つ自分はオーディエンスの憧れの存在じゃなきゃいけないよねと、そんな思いを抱きながらもなかなか自分の心の中をうまく伝えることができないっていうのが、まあ、今回の主人公というかこのバンプのねコンセプトアルバムで、ね、全部物語になってるから、このリリーという楽曲の中に出てくる、まあ、主人公の、心中、心の中ですと。でその主人公が辛さとか葛藤を吐き出すことができるのはステージ上ではなくて実は自分の真夜中の部屋なんですと。とんでもない数の弱音を吐き続けるんだけども、それを実はねこの時点で受け入れてくれる存在がいるんですね。今日はここがダメだったとか全部うまくいかなかったとか、そんな愚痴をこぼし続ける主人公で、それを聞き続けているのは彼を支えるこの曲の中でまた出てくる君なんですよ。でどんだけ弱音を吐き続けても彼女は可愛い人ねと笑うばっかりなんだね。肯定も否定もすることなくひたすらにその主人公の弱い部分を受け入れてると。そんな彼女の前ではどんな虚勢も意味がなさないと。ステージの上の自分とは全く違う自分を受け入れてくれる君に主人公は頭が上がらないみたいなんですね。小さなライブハウスのフロアとほとんど高低差のないステージ、そこで彼は今日も歌を歌ってるんです。体現奏法も吐いてやろうっていうフレーズはバンプの楽曲であるバトルクライの、一節にもありますね。これやっぱ体現奏法も吐いてやろうってあのバトルクライの、メロディーと歌詞がそのまんまこのリリーの中に出てきます。でこの曲っていうのはやっぱり藤君自身のことをねこの部分まで聞くとやっぱりそうなのかなって感じるのが強く出てくるかなと。力強い価値と実際は弱い自分自身とのギャップに押しつぶされるようになる彼に果たして救いはあるのかなっていうのがこれねだんだん読み解いていくとそういう流れになってるんですね。だけどそんな救いはあるのかと思われる彼の支えとなるのはやっぱり君なんですよ。どんだけ弱いその主人公を目の当たりにしてもかっこいいよ可愛い人ねと受け止めてくれる、強くあろうとする姿も己の弱さに絶望する姿も全てを見つめた上で目をそらさずにいる強さを持ってくれているのがその君なんですね。たくさん曲書いて歌い続けてきた主人公、その彼にはこれでいいのかなとか自分はこんなに強くないんだよっていう葛藤があったんだ常にね。重圧に耐えきれずこぼし続けた弱音をいつも受け止めてくれたその君という存在、その君への思いはどんどん強いものになっていくっていう歌が進んでいくわけですね。いつものように話を聞いてくれたその君の部屋から自分の家へと戻る主人公、終電間際の、あれだね、何もう離れたくないよと、別れたくないんですね。別れたくないっていう主人公の脳裏に浮かんだのは最初で最後の人っていう言葉なんですよ。だけど彼はそれを彼女に伝えることはできない、しない、どこか照れくさがあったのかがわからない。
改札を通って電車に乗る間際、彼はふとその君のことを振り返ると。確かめたいことっていう歌詞なんだけど、それはおそらく彼女への自分への気持ちなんじゃねえのかなっていう感じの歌詞になってますね。別れ際どんな顔してんだろう。そんな彼が思わず振り返ると、そこにいたのはいつも話を聞いてくれる時に変わらず微笑む彼女の姿だったようなんですね。先ほど頭によぎった最初で最後の人という言葉はその場で伝えることはできませんでした。それでも笑う彼女の姿を見て彼は何かを決意するんですね。いつもと同じちっちゃいライブハウスのステージ、今日は彼はいつものように歌ってる。ただいつもと違うのは、今日彼が歌うのはラブソングだということです。その曲で伝われる言葉は最初で最後の恋人っていうのは、そのあの日ね、あの日彼女に言えなかった最初で最後の人をより明確にしたものなんですよ。で、そんないつもの彼なら虚勢を張った歌詞に押しつぶされそうになって部屋の中で彼女に愚痴をこぼすんだけれども、今日は違う。なぜなら最初で最後の恋人と歌うその言葉に嘘偽りは一つもないんですよ。心の底から信じられるその言葉を聞いて、きっと彼女はまた笑顔を見せてくれるんじゃないかなっていう、そんなね、バンドマンの主人公とそれを支える彼女をね、歌った歌なんですよ。深いよねこれもね。めちゃめちゃいい曲かなと。バンプ公式のラブソングって言われてめちゃめちゃわかるなっていう感じなんですね。もうね、やっぱりこのリビングレッドっていうアルバムがすごいコンセプトアルバムになってて、その中でも結構ね、本当にラブソングっていうことでめちゃめちゃ印象に残る曲で、ライブでやってもやっぱテンションすげえ上がる曲なので、ぜひ皆さんも聴いてみてください。というわけで今日のバンプオブチキンはザ・リビングレッドに収録されているリリーのご紹介でした。みんな今すぐ聴いてみてね。いやどうも。というわけで今日もやっていきましょう、今日のバンプオブチキン。よっしゃー、ということでね、まあ、今日はね、これね、大体毎週土曜日に配信なんだけど、まあ、年内最後ですね、年内最後。ということで、今年のバンプオブチキンの、まあ、振り返りというか、どんな感じだったのかっていうのはね、ちょっと時系列を追ってね、話そうかなと思った次第なんだけど、まあ今年っていうよりちょっと去年に若干ね、遡って、今年2月11日バンプの結成日、結成記念日にフレアという、ね、楽曲をね、リリースしたわけなんだけども、まあ、めっちゃいい曲だね、もちろんね、PV が3人ということでね、まあなんだろうね、これがね、なんかそのなんつうのかな、まあバンプが3人になるっていうのは基本的に嬉しかないよね、やっぱしね。あの PV というかね、なんかすげえ3人でとても複雑だったという感じで、まあ今年のバンプはスタートしたイメージが非常に強いかなと。でまあ、フレアという楽曲、バンプのね、2月11日の結成記念日にリリースされたんだけど、まあね、あのフレア、日本語で炎っていう意味で、ポルトガル語に直すとね、チャマって読むっていうことでね、ファンの間でもかなり話題になって、で、ね、実はそのフレアから今度ね、そのフレアと同じテーマで、まあ、歌われて、NHK の連続テレビ小説、ドラマ小説、どっち小説ドラマ分かんないけど、おかえりモネの主題歌になった七色と続いていくわけなんですけどね。まあどうだろうね、藤井くんっていうかバンプがさすがとしか言いようがないんだけど、まあフレアでどっちかっていうと、こうチャマ帰ってこいよ待ってるぞとか、なんかそういうチャマに対するこうメッセージ性もありそうな曲でありながら、まあ俺たちファンにもなんだろうね、俺たちバンプはブレねえぞと、あのちゃんと4人でやるんだぞっていう、なんかそういうこう強い意思決定じゃないけどね、まあただテーマとしてこうなんだろうね、結構深くて、どっちかというとまあ暗めの陰の方を歌った楽曲だったんだけど、それがね七色っていう曲に、今度ドラマ主題歌っていうのもあったかもしれないけど、同じテーマのにもかかわらずすごくこう多幸感あふれる曲っていうのかな、すごくね
構感想に今までないトランペットの綺麗な音が入ったり、フルートの美しい音色が入ったりっていう感じで、もう本当に毎朝連ドラから流れてくるオープニングテーマはしっかり、何かこうね元気出したいなとか、よし今日はやってやろうみたいな、そういう日にねすごくこう背中を押してくれる元気が出る曲っていうのが、まあ、出てきてね、日本中のお茶の間をね朝からすごくハッピーにするっていう形で、まあねバンプファンもどんどん元気になっていったんじゃないかなと。本当にねその前のそのフレアと七色の間に NHK でソングスっていうのにバンプ出てるんだけどね、これも NHK 側のスタッフの配慮なのか、果たしてバンプがそうしたのか定かじゃないけど、演奏スペースがね4つあって、あれだったよね、すごくなんかやっぱ4人のソングスが見たかったなっていうのはすごく思っちゃったっていうところもあったんだけど、まあ七色ですごくねプラスに持ってってくれたかなと。でそこからチャマがね、復帰して、バンプのポンツカラジオが4人になって、でチャマのインスタとかツイッターもまあ動いてきますよってなって、ようやくこうね4人でできるってなって、さあいよいよ新曲、一番の新曲であるスモールワールドが発売されていくと。でこれはこのスモールワールドっていうのは映画すみっこ暮らし青い月夜の魔法の子のテーマソングにもなってるんだけど、まあこのスモールワールドは本当にね、今日ねちょっと LINE でね、俺の本当にねここまでバンプ分かり合えるかっていうね、大学からの友達とちょっとバンプ談義をしたんだけど、すごいやっぱスモールワールドは今年バンプファンにとってはめちゃめちゃ特別な一曲になったなって話をちょっとしてね。っていうのもやっぱりキャマが帰ってきて4人になったバンプの4人のバンプの音、その七色とフレアの時にまさか藤君がね体調壊してまでベースを取ってね、サポートメンバーを入れるでもなく、本当にそのバンプのオリジナルのメンバー4人っていうものにこだわったからこそ、なんかこう生まれてきたスモールワールドっていう楽曲の凄さが長年のファンであればあるほど染みるのかなと。もう本当になんか俺スモールワールドの感想もね動画撮ってるんだけど、本当に全然まとまらないぐらいテンションが上がったというか、すごくこうね20年ファンやってるんだけど、なんかその20年の中でも本当に意味合いの強い楽曲が生まれた、バンプファンにとっては本当に忘れられない特別な1年になったんじゃないかなっていうような感じの1年でした。で年の、まあ、締めくくりというかね、この間スタジオライブシルバージュビリーをやって、来年はスタジオジュビリースタジオジュビリーでシルバージュビリーのライブアット幕張メッセということで、チケットは取れないんだけど、チケットを誰かマジで譲ってほしいっていうぐらいチケットが取れないんだけど、まあね来年にそういう風にバンプはね今後も4人でねまたね、俺たちの大好きな俺たちの本当にね心の支えとなる音で音楽を、ね、奏でてくれるんじゃないかなと、来年に対しても非常に期待が持てるかなと。もう来年アルバム多分出るだろうしね、ここまで精力的に活動してるんで間違いなくアルバム出てくると思うんで、めちゃめちゃ来年も楽しみな年になるんじゃないかなということです。とりあえずはね、まずはまだね今年も残すところあと1週間、最後にねバンプは紅白で七色を演奏してくれるのでね、ぜひねこちらをね、いやー年越しに紅白でバンプ聴けるってのは最高じゃないかなと思いながらね、まあ、今年1年本当に激動だったかもしれないけども、やっぱり俺たちファンを楽しませてくれて支えにもなってくれた本当にバンプという、バンドの存在のありがたさをまあ感じたというか、偉大さを感じたというか、そして俺にとっては、4月から始まったラジオでね毎週必ず1回、俺のバンプの曲、バンプに対する思い入れをね吐き出す場ができたと、これに関してはもう本当に今までにない、この上ないぐらいの幸せを感じられた年だったなと個人的には思っております。というわけで、今日のバンプオブチキン今年の最後はバンプの今年1年をざっくりだけど振り返ってみたお届けしました。また来年もバンプ愛全力でお届けしようと思います。それでは今年1年お付き合いありがとうございました。また来年もよろしくね。じゃあ紅白楽しみましょう。うわっ。
いやどうも、というわけで今日もやっていきましょう。今日のバンプオブチキンということでね、前回あの年末特別号っつうのをねやったんですよ。去年のあのバンプの振り返りだね。今日は新年一発目なので、勝手にね今年のバンプどんな感じになるのか予想をちょっとやろうかなと思った次第なんですけどね。まあ、去年はバンプいろいろありましたよ。本当にね、まさかの25周年を3人でお祝いしなければならなかったとか、そこからね同じテーマで陰と陽を表すような、まあファンにとってもだいぶ特別な2曲が生まれ、そして、NHK の連続朝の連続テレビ小説ドラマの、まあ、主題歌七色が出て、で4人に戻り、すみっこ暮らしのテーマソングスモールワールドリリース、そして、初めての配信ライブスタジオ配信ライブをやり、マジで久方ぶりのパッケージシングルになって、でもってまああのバンプオブチキンとかのロゴとか何も入んないけど、本塚20周年を記念してのボールペンが、まだねプレゼントされてないけど抽選でプレゼントしますよとか、まあ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 、めちゃめちゃ本当に今までのバンプでこんな精力的な年あったっけっていうのを本当にね懐かしむぐらい、なんだろう、めちゃめちゃなんか動きのあった1年だったなというふうに個人的には感じてます。まあ今年でファン歴21年目にねあの入る俺がそう思ったなっていう感じなんですけど、今年のバンプどうなんのよって気になる人めちゃめちゃいると思うんですよ。あの去年あんだけ動いて今年どうなんのってのがあったもんだけど、今年のバンプまずね今予定されてるのだけでいくと、2月の10日11日バンプの結成記念日とその前日に、ライブアット幕張メッセシルバージュビリー、まあ逆ねシルバージュビリーライブアット幕張メッセが、まあ、2days で、開催される。で幕張のライブって今までめちゃめちゃやってんのね。ペガサスツアーから始まって、あのマイペガサスペガサス U のツアーから、まあ、ランラビもやったしみたいな、そっから先のツアー多分ずっと幕張やってんだけど、今回初めて幕張のライブが全席指定、今まであのブロック指定だったから幕張って、なおかつ、S 席 A 席 B 席っていう感じで、その、ね、指定席ごとに値段が違うっていう、これもね今回バンプ初めて、今までは全席同じ値段でどの席が当たるかっていうのはもうランダムマジで、それを今回おマジでそんな指定席制度やんだみたいな感じで、ライブの形式で言うとおそらく20周年記念ライブの20と同じようなライブなんじゃねえかなと、ステージのセッティングしかり、そのセットリストしかり、だからマジでめちゃめちゃ行きたい、チケット取れてないんだけどね、まあ、まずこれが今年バンプの一発目のでかい動きかなと。で、ここまで、おととしになるね、もうおととしになるんですけど、おととしから数えてめちゃめちゃ曲が出てる。オーロラアーク以降ね、でグラビティに始まりアカシア、そして、まあ、そこでチャマのちょっとねあったんですけど、そこから、フレア七色スモールワールドと数えても、もう少なく数少なくてっていうか、まあもう5曲もねもうシングル配信だけどリリースされてるという形で、藤井くんも今ね相当こうね精力的にいろいろ生み出してるんじゃねえかなと思うので、俺今年はいよいよオーロラアークからスパン結構短いけどアルバム組んじゃねえかなと勝手に個人的にはめっちゃ期待してる年なんですよマジで。で、まあねスタジオライブ見て分かった通りチャマがアコギを弾くっていう場面もあったりとか、あとはヒデちゃんのドラムセット
ントが、一新されてたりとかっていう形で、機材とかその演奏力の幅っていうのもなんかもうこのね、俺がバンプを追い続けてから21年目、それはもうね、あの経歴も長いから、それはテクニックとかサウンド的にも円熟するでしょっていうのはあるんだけど、ちょっとねここ最近のバンプはマジで勢いもそうだし、そのテクニック見せ方歌い出し方っていうのがね、ちょっともうね俺たち歴代のファンでも追いつかないぐらいすごいなっていうのをここ最近めちゃめちゃ感じてるんですよ。あのスタジオライブとか本当すごかったしね、うん、ペガサスの時のバンプの演奏とかも比じゃないくらい、もうなんだそれっていうぐらいね、今のバンプのレベルアップした様というか、本当にすごくなってるので、今年はねこのまんまの勢いでアルバムもできんじゃねえかと俺はマジで期待をしてます。でそのアルバムが出て、まあちょっとコロナの状況次第、今もねちょっと沖縄とかで増えちゃったりとか、都内も徐々に増えてきてるから、まあこのぐらいで止めてほしいんだけど、アルバムが出たら今度ね、シルバージュビリーの経験も踏まえてまたね全国ライブハウスホールツアーに回ってくれるんじゃねえかと。それが多分、まあ、アルバムが2月にライブをやって、そこから半年、おそらく夏か秋ぐらいにアルバムを出して、冬ぐらいからツアースタートして、年をまたいで2023年にかけて全国を回っていくんじゃねえかなと予想しております。いやー、もう今年のバンプも楽しみよ。というわけでね、今年新年一発目、今年のバンプオブチキン勝手にどんな動きするか予想してみたでした。ぜひねバンプファンの皆さん、俺と同じ、なんていうのか、歴戦のファンというかもういれば、もう最近バンプ好きになったよって人ももちろんいると思うんですけど、ぜひこの、YouTube見ていただいたり聞いていただいたりしたら、まあ個人的なツイッターとかインスタでも構わないし、コメント欄でも構わない、ぜひバンプファンの方これを見たり聞いたりしたらですね、皆さんのご意見教えていただけると嬉しいかなと思います。というわけで、今日のバンプオブチキン新年一発目、今年のバンプオブチキンどうなるか勝手に予想してみたでした。マジで今年1年も楽しみです。というわけで、皆さんも今年1年のバンプの動向を注目して楽しみにしてみましょう。ではまた来週。いやどうも、というわけで今日もやっていきましょう。今日のバンプオブチキン、ヨッホー、幕張のチケットが欲しいということでね、チケット当たってないんです。あとボールペンも当たっていいなって感じなんですけどね。今日は、今日のバンプオブチキンやります、バトルクライ紹介していきましょう。いつも通りの流れでいきます。1999年11月25日発売のファーストシングル「ランプ」のカップリング曲となった曲で、2004年の4月末に廃盤になってしまったバンプ屈指のレアシングル。俺ジャケットついたままの新品未開封ちゃんと持ってっけどね。はい、で「ランプ」が廃盤となった際にフレームベインプラス1ってやつに再収録されたんですよ。まあ再収録っていうか、まあ収録されたんですね。その再発売のフレームベインのプラス1にできましたと。で再販売された、もともとフレームベインの歌詞があったんだけど、この歌詞カードには実はこの曲の歌詞が載ってなくて、 CD トレイパカッて外すと下に隠されてるんですよ。でこれも結構マニアックなんですけど、ランプに収録されてるのが英語表記バトルクライってね。で再販のアルバムに収録されてるのはカタカナ表記になってるので、俺の iPhone にはもちろん2曲入ってるよと。で、冒頭からねこのバトルクライってね、実はめちゃめちゃ意外な歌詞から入ってくるんだよね。藤くんって頑張るっていう言葉が、まあ、嫌いっつうが苦手っつうが、まあっていうのもね、そもそも全部の人って何かしら一生懸命に頑張ってるでしょと、そんな人たちに向かって頑張れってさらに言うのは酷じゃんとって言った具合で、バンプって実は頑張ってくださいとか頑張ろうぜとかってあんまり発言しないワードとして、バンプのこう言わないワードランキングってあったらもうトップに行っても過言じゃねえんじゃねえんじゃねえかっていうぐらい有名なので、なんだろうな、一応このバトルクライっていう曲がきっかけで嫌いになったんじゃねえかなとファンの間では言われてたりもするんですよ。でもうバトルクライっていうのはよくさ
言葉には言霊があるっていうのがこう結構あるじゃないですか、言われるでしょ。それをまさにこう体現するかのように、もうヘトヘトだよと、もうこれ以上頑張れねえよっていう時に、まだ頑張れるって嘘でもいいからつぶやく、ここで心の中で何かが変わるだろうと、頑張れなくてもいいのでとりあえずまだ頑張れると言ってみようぜと、もうなんかなんだろう、当時のバンプの藤君の実体験でもあるんじゃねえかなと言える冒頭からもう始まってくるのね。でこの曲書いてるのはメジャーデビュー前なのよ。でやっぱその時のバンプって、藤君もそうなんだけど、高校を中退して例えばあのビルのゴミ掃除のバイトをやったりとか、ホームレスのおっちゃんと路上で弾き語りをやってたぐらいのエピソードがあるぐらいなんだけど、まあそんなね、バイトをしながらバンド活動の日々をやってた時に書いた曲なのね。だから体力的にも精神的にも、もしかしたらその時藤君追い込められたかもしれないね、追い詰められたかもしれないと。でもバンドででかくなってやるぞって夢に向かってまだ頑張れるっていう言葉を自分に言い聞かせてた状況っていうのが目に浮かんでくるなっていうぐらい、すごいこう当時の藤君というかバンプを表した曲で、もうバンプファンにとってはめちゃめちゃその過去を知ってる分ね、グッとくる歌詞だなと。で自分が主役の夢を見てっていう歌詞があるんだけど、ここもすごいじゃん。もうメジャーデビューの前ね、もう思い起こさせてくれるよねと。でプロになるっていうのは自分が主役になるっつうことじゃんと。でその当時のバンプは多分プロになるかどうかも不安だったんじゃないのかなと。そんな夢を笑われないように隠しておきたい気持ちもあっただろうと。でも笑われたってなんだって、本当に自分のやりたいことを隠してどうすんだと。隠すっつうことは自分で自分を認めてないことでしょと。自分で自分を信じないで何ができるんだと。そんな気持ちを高らかに歌ってるパートなんですよ。なんかを成し遂げてやろうって思ってる人には胸に迫ってくる歌詞だよねと。めちゃめちゃ俺もこれわかるの。今自分の会社やるのに一生懸命だからね。自分の生きる理由が見つかった人は幸せなんですよ。バンプにとってはバンドなんです。生きる理由っていうのは傷つきながらもしがみつきたくなってくるんですよ。自分が戦うべき場所が分かったと、そこで覚悟を決めて戦い抜くことの覚悟っていうのを歌った曲がこのバトルクライっていう曲なんですよ。戦い続けることを歌ってるんです。とにもかくにも本当に背中を押してくれる一曲。嘘にすがったって何したっていいから目指すべき場所があるんだと。何かを犠牲にしても生きていく理由があればブレずに強く進んでいくことができる。行き先が明確だからこそ捨てるべきものと必要なものの違いが理解できると。この曲をメジャーデビュー前に藤君が書いたっていう事実に、もう俺らバンプはめちゃめちゃ勇気づけられる、そんな一曲になってます。もう今ではめちゃめちゃ人気もチケットも取れないぐらいのバンプだけど、こんなにね苦しんでもがいてた時代があったんだよと。もう今は大人気でもどんなバンドでも、まあ最初からうまくいくバンドっていうのはなかったんでしょう。苦しい時代があったんだよねと。今輝いている姿だけ見ると、まあ一見ね楽しくていい道を歩んできたんじゃねえかなと誤解しそうなんですけど、決してそんなことはなかったよねと。嘘でも強がりでも利用できるものはね、何でも利用して上り詰める貪欲さっていうのを、このバトルクライっていう曲からねめちゃめちゃ、見習っていきたいなと、そんな風に思える素晴らしい楽曲です。というわけで今日紹介した曲はバンプオブチキンのバトルクライ、ぜひ皆さんも聴いてみてね。それではまた来週どうぞ。